はい、というわけでやってまいりました。今日紹介するのはこちら。価格の方が148万7千円ですね。初年度登録が平成25年の5月。車検有効期限が令和4年の5月ですね。走行距離は6万6千キロ走っております。グレードはアルファマスターレベルになりますね。今日はね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで、中古車レビューということなんですけど、結構ね、やっぱね、マニアックな車入ってくるんですよね、ここね。これね、実は6速マニュアルで、しかもハイブリッドカーっていうね、結構珍しい車になるんですよ。で、もうこれ年式ね、平成25年式なんですが、147万8千円っていうね、プライスがついてます。ZF2 っていうのがね、やっぱ人気みたいで、これちょっと内装ね。これ、プラス S ボタン。これをね、押すと、エンジンのパワーも、モーターもフルフルに、あれを押すと、できるっていうね、ボタンがついてます。それがね、結構レアでした。まあ、それでね、この時代、ハイブリッド、しかも、初期の初期ですよね。まあ、エンジンが、やっぱ主体になるわけですよね。なので、やっぱ走りがいいんですよ。やっぱ、ホンダはエンジンのホンダっていうね、ぐらいで、ここにほら、ちゃんとハイブリッドって書いてるでしょ？それでもね、やっぱ、エンジンが主体なわけなんで、やっぱ走りがいいと。それでこのクーペスタイルのね、流れるボディですよ。やっぱ空力も考えられて、まあこれ FF なんですけど、このリアのね、このほらフェンダーのこの膨らみ、これがね結構すごいなと思います。今こんな車はないですよね。あ、ちょっとこれ中古販売なんで、ちょっと傷とか見てください。ここ若干なんだろう、ちょっと塗装をピョッとした感じがする。うん、外装の程度はまあ年式なりかなっていう感じはしますね。まあただ白なんで、そんなに目立たないっていう感じはします。で、あ、こういうの貼ってるんね。こういうのは取ろうと思ったら取れると思うんですけど。で、タイヤは205の 45R17 ですね。17インチを履いてます。まあ若干擦ってるけど、まあこんなもんでしょ。あ、タイヤがちょっとあれかな。これスリップサインですけど、まあスリップサインは出てないか。さっきはちょっとスポーツタイヤ、これポテンザ履いてます。タイヤは若干、あ、これフロントはやっぱね、これ FF なんでね、あ、もうこれ変えた方がええかな。そんな感じがします。で、こう、フロントをちょっと見ていこうか。この、ね、石の飛び跳ねとか、そんなに、あ、フロントは大丈夫やな。意外と大丈夫。ね。ああ、これ綺麗な、これね、ブルーなんですよね、目がね。目が青色なんです。当時ね、やっぱこれハイブリッドカーってね、やっぱ青色のイメージを出そうとしながらしてましたので、デザインに結構ほら、こういうところ、メタリックのラインがあるんですけど、その辺もブルーでね、加色されてたりとか、内装の方もね、インジゲーターが結構ブルーで、未来感のあるデザインですよね。ちょっと後でボンネットを開けてみます。あ、今日はちゃんと手の消毒、中でしてますので、その辺コロナ気をつけていきましょう。あ、リアゲート重たい。わぁ、大きいリアゲート、リアハッチ。こんなにバカーンと開くのね。ほら。あー、なんかこういうの、これオプションじゃないですかね。CRG の。ほら、汚れないみたいな。あ、で、トノカバーがちゃんと、あ、ついてる。引き出し式か。これも外れるようになってるような感じがします。で、これリアのね、一応これ4人乗りなんですけど、まあ後部座席はね、ほとんど乗れないっていう。くっついてますよね、後ろね。これ、結構目いっぱい下げるともう足入れるとこないみたいな。それぐらいリアはちょっと狭いです。で、ここがガラスが特徴なんですよね。この当時のホンダのデザインってこういうの多かったですよね。私昔乗ってたアバンシアっていう車もここ、ガラス張りになってました。で、やっぱこうリアから流れるね、この空力考えてこうストーンと落ちてるね。なんかね、ここをストーンと落とすと空力ってね、上がるみたいなんですよ。なんかすごいな、綺麗な。なんかリアガラスというよりは、なんか天井のガラスが黒みたいな感じに見える。ワイパーね。ワイパーこんな感じなんや。で、ああ、そうそう、この時代から、この車はね、シャークフィンアンテナなんですよね。当時の、このシャークフィンアンテナつける車って結構高級ラインでね、なかなかあれついてなかったんですよ。
で、これドアノブのところ、なんかボタン式で、こんな感じ。なんか、くさび型でね、デザインされてますね。あ、扉がね、結構重たいん。ほら、閉まる音。こう、でかいんよ。ほら、見てこれ。昔ながらの、やっぱクーペスタイルの扉だなという感じします。扉がでかい。で、このエンジンの布張りが、こう、黒とね、ツートンカラーになってたんですね。あ、大きいスピーカー。これ、音も良さそう。じゃあ、ちょっとだけお邪魔しますね。はい、お邪魔します。わ、低い。座った感じ、こんな低かったっけっていうぐらい低い。やっぱスポーツカーに乗ってるんですね。やっぱこのお尻の位置が低く感じました。シートは、こう、革張りと、これね、革と布のツートンになってます。まあ、年式なりかな。まあ、年式なり。まあ、破れとかはないですけど。後ろも、の目立った汚れはないですけど、でこれがね特徴的ですよね。こういうねグリグリしてこっちにもあるの、結構指先でこうコントロールできるみたいなね、そういうデザインですよね。でこれ6速マニュアルプラス S ボタン、ちょっとエンジンだけかけさせてもらいます。そっか、ボタンじゃないんやね。はい、こんな感じですごい青いでしょ。この辺ね結構フィットとデザインは似通ってますが、やっぱりこのハイブリッド感っていうのが、満載ですよね。はい、もうエンジン切っときますね。いやこれ扉がでかいわ。いやこの、CRG、後期のアルファマスターレーベル、148万7000円です。走行距離が、6万6000キロということで、車検が令和の4年の5月までついてます。初年度登録は平成25年の5月です。いや皆さん結構ね、意外とこの CRG のこのマニュアルっていうのが探してもないので、ぜひともね、ホンダカーズ大阪東花園店さんの方に、お問い合わせください。詳しくは下の概要欄に貼ってますので、ぜひともチェックしてくださいね。はい、というわけで、今日は、ホンダ CRG のご紹介でした。ついでにね、私のチャンネル面白いと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ちなみにね、もう一台 CRG 置いてました。こちらね、189万8000円ですね。走行距離は、5万キロを超えてます。車検が令和3年の11月で終わっちゃうんですよね。まあ、これも後期でかっこいいよな。で、これまだあんの、あ、300万になってんのこれ。すごい、S660。もうこれね、人気なんでね。っていうか、あ、そっか。これあれやわ。モデュール X やわ。ね、これ探してる方もぜひとも今なら300万で買えます。ひょっとしたら値段上がるかもね、みたいな感じの車が、ホンダカーズ大阪東花園店さんね、いっぱい売ってますんで、ぜひともお越しくださいませ。あ、そっか、後ろもだいぶ違うんやな。なんかほら、羽を広げとやような、こういうね、デザインがあしらわれてますね。ほら、だいぶ違う。はい、というわけで、ホンダ CRG の中古販売でした。じゃあね、バーイ。